久保さん、今回ね、いいキャッチコピー浮かびました。未来を稼ぐ。これいいんじゃないですか。未来を稼ぐってどうですか。これ結構いいんじゃないかなって。未来を稼ぐっていう。まあ、ブログの話なんですけど、僕はブログは10年スパンぐらいで考えてるんで、10年スパン。僕60日、元旦からこう毎日書き続けて60日以上経過しましたけど、思ったのが、あ、これ毎日できる人いねえなと。60日すら毎日できる人多分いないから、これ10年続けたら、とんでもないことになるぞと。じゃあ10年後って、多分ある程度もうパワーブログになってる可能性が高いんで、10年毎日書き続けたらね。だから、1週間に1回とかに変えてもいいんじゃないかなっていう。まあ、ある程度もう資産としてなったら、稼働したら、これね、多分10年スパンでブログ運用する人って多分少ないと思うんですよね。だから久保さん、投資やられてますけど、投資でもスイング、中長期スパン、スイング、ロング、スキャルピングみたいなそのカテゴリーあると思うんですよ。スキャル、5分足とかね。あとはスイング、冷や足、まあいろいろあると思うんですけど、そう、高橋がなりさんが言ってたのが、前も言ったと思うんですけど、リーマンショックの時も一緒だったんだよな、みたいな。もう結局儲かったしな、みたいな。そう、リーマンショックで落ちたとしてもずっと保有して超長期で、だから結局10年後戻ったしな、みたいな。高橋がなにさん10年です。10年保有した結果、結局戻ったしな、みたいな。儲かってるし、みたいな。そだからこれはね、ほんとね、面白いですよね。だからどれぐらいのスパンで考えてるのかっていうのが大事で、僕はその、ネットビジネスで言うならば、なんだろうな。全部の戦略。まあ今回未来を稼ぐっていうことですけど、目先も必要なので、じゃあ目先は商品作って売ればいいだけですから。だからでも10年後も考えた上で、じゃあ60歳、70歳になった時に商品また毎月売ってんのかってなったらきついじゃないですか。じゃあ、将来稼ぐために今こうやっとくっていう。多分10年後、毎日書いてた10年後って結構すごくないですか？多分めっちゃパワー、だってそもそもドメインもね、もうね、多分もう5年ぐらい更新してるんで、10年更新すると15年なんですよ。だからドメインも相当パワーつくと思うんですよね。だからパワーついたら今度何ができるかっていうと、自分で、しかもその YouTube もまだ生き残ってれば、自分で、これね、もう最強なんですけど、最強の SEO ができるわけですよ。ドメインにめっちゃパワーある。ドメインにめっちゃパワーある、サイトパワーある、じゃあ、で、しかもこっちの YouTube メディアもある、このメディアもある、じゃあ何ができるかっていうと、もう全部のキーワード、全部じゃなくて、自分が作り出したキーワード、世にまだ出てないキーワードで、検索上位がもう意図的に完全に余裕でできるんですよ。だから YouTube でこれで検索してくださいって言えばいいだけなんですよ。で、これで検索してくださいって言ったら絶対トップに出てくるんで、じゃあそのトップに出てきて、その読ませるってことができるんですね。これはね、ここまで考えてる人なかなかいないと思うんですけど、みんなその SEO 対策で、今あるキーワードに対しての SEO じゃないですか。で、一番最強の SEO っていうのが、なんだ、一番簡単な SEO っていうのが、世に出てないキーワードなんですよ。世に出てないキーワードだったらもう余裕で1位取れるんですよね。しかもそこのサイトが強ければ、絶対トップに来るんで。これはね、なかなか多分戦略的に多分できる人いないと思うんですけど、10年後僕が一言、吉谷拓郎公式ブログ、なんだ、これで検索してくださいみたいなね。で、例えば YouTube でね、これで検索してすればトップに出てくるんで、そこから無料プレゼント受け取れますみたいな。もうブログにアクセス絶対行くじゃないですか、検索して。もう操り人形ですね。もうあれ。Google を操ったるみたいなね。Google を操ったるっていうね。どうすか、久保さん。Google を操れるっていうね。すごくないですか、これ。多分ね、ここまでっていうか、ぶっ飛ん、まあ、世の中には何人かいると思いますけど、まあ、この戦略をする人はなかなか少ないと思います。ただ、これはやっぱね、与沢さんの戦略がやっぱ、名前検索ですよね。名前を売るっていう。名前検索してもらって、その上位表示させるっていうね。だから最強の、なんだ、SEO 対策かなと。不動の。
不動の SEO 対策ですね、これは間違いなく。だってライバル不在ですもん。ライバル不在なんで、多くの人はライバルと戦って勝とうとするじゃないですか、 SEO。 うん、だからこれが一番いいと思うんですけどね、久保さん、未来を稼ぐ。いってらっしゃい。